ジョーンズ、こちらスローンよ。このメッセージはもう何度も残しているはず。だから単刀直入に行くわ。無数の人生を過ごしてきたけど、今後どうなるのかがわからないのはこれが初めて。二人とも未知に突入するのよ。この私とそのあなたはこれでお別れよ。でもまた会うでしょ。まだ現実は話してくれない。焚き火を絶やさないようにね、ジョーンズ。どこへ、そしてどの時代へ行こうとも。ジョーンズ、こちらスローンよ。どの時代のどこにいるかは理解してるわね。つまり何をすべきか、そして成し遂げた時にはこちらがどうなるかも。あなたは明日タイムマシンで過去へ。私は今夜これを録音している。これまで時間を超えてメッセージを送るなんてことはしたことがないから、再確認した方がいいかも。あなたの行動の全てはこの瞬間に影響を及ぼす。このメッセージを録音するのも初めてではないのかもしれない。役目を果たすのよ、ジョーンズ。必ずよ。ジョーンズ、こちらスローンよ。初めてじゃない気がするから、そういうことにしておく。デジャブじゃないのなら、よし、手短にするわ。あなたが戻ってきたのには理由がある。それを理解する頭はあるはずよね。ところで、未来を変えるためじゃないわ。その幻想は今すぐ捨てなさい。脱出するのよ。あなたが先導するの。戸惑う余裕はないのよ、ジョーンズ。脱出する世界は数多くの世界の一つ。あなたが想像できる以上の数の世界があるのよ。その調子よ。役目を果たして。ジョーンズ、こちらスローンよ。これは初めてのメッセージじゃないわよね。うまく進めているようね。それかめちゃくちゃになってるのかしら。もしこの現在に戻ってくるようなことがあれば、腹いせにこの現実を壊してやるわ。それでも何かの弾みでこの時間軸に戻ってくることは防げないだろうけど。毎度毎度いつだってあなたと私、こうなっていることには理由があるのよ。繰り返していればいつかはうまくいく。それが今回だと確信してるわ。ジョーンズ、こちらスローンよ。このメッセージはもう何度も残しているはず。だから単刀直入に行くわ。無数の人生を過ごしてきたけど、今後どうなるのかがわからないのはこれが初めて。二人とも未知に突入するのよ。この私とそのあなたはこれでお別れよ。でもまた会うでしょ。まだ現実は話してくれない。焚き火を絶やさないようにね、ジョーンズ。どこへ、そしてどの時代へ行こうとも。